だからロミはさ、各地に行くんですよ。まあ、一時必要じゃん。ロミが東京行くから、なんかこの店ないがしろにしていいみたいな、マジで気に入るんですよ。まあ、控えめに言ってうざかったって感じです。東京の一つで全部消されるのが悔しいっすね。精神的に気に食わないってこと。俺絶対無理です。嫌いです。売れたと言ってたけど、更新のおかげで誰のおかげ募ったの今のロミって名前。顔がかっこよくても売れてても、かげで指さされたらそんなのカリスマじゃねえだろ。俺の欲しいロミじゃない。おはよう。おはよう。今月で購入の予定ってあんのか、後期。体験来た子が1件未定で、まあ、両希望の子があと2人、3人くらいいる。これ2号店1号だよ。あ、こっちですね。おさ、あのさ、食事に行けっていう話ってどうなったの。食事は、基本的に体験の後に行ってますね。なんで俺面接の段階で行けって言わなかったっけ。最初の時だとちょっと長引いちゃって、プレイヤー側と話せないってことで、ちょっと後の方に持ってっているって感じです。この部屋目に関してってさ、全員やるべきの認識はまだ合ってんの、全員幹部は。だって部屋目しなきゃいけないのも飛ぶ理由の一つだと俺認識してんだけど、こうやって合ってる、どう思う。でもそんな奴らいらねえよ組もいるわけだから。あ、でも僕はってると思うんですよ。ん？あ、部屋目するのもめんどくさいみたいな。はい。そうは一定数。それが店にいることを是とするか非とするかという。そうっすね。ブスっす。だいだい？ブサイクっす。その魂胆で初回取れると思ってるのがなんか舐められた。そういうとこで普通に考えて俺が酒ついてんのおかしくない。でもそんなじゃないね、もうコメント欄見たら。そういう人はどうせ来ないから、俺どうもいいやって来ない人もたくさんいるんだなって思って。幹部とかいいと思うんですけど、基準はもうメンバーとかだけでいいと思うんです。早めしたくないなら暴ればいいかもしれない。それができないっていうか、そもそもそれスキノのスタイルちょっと合ってないよねっていう話なんで。人が増えない原因に歌舞伎町を押し付けすぎてる部分があると思う。そもそもだとしたら歌舞伎町に行っちゃってるやつっていると思うよ。そこが俺の今の悩み。やっぱいろんなお店喋った結果、だったら歌舞伎行くよねと、すすきので働きたいですの真ん中になっちゃってるのがこの店の一番よろしくないところだと思ってるから。服装基準ってどうなの。パーカー、スニーカーって許してくれ。今いや、クロムとかなんかセリーヌとかいいのかな。これはどうなの。あれは赤月。え？ねえ？ナルトの赤月赤月です。飛ばしてえな。アディダスを許すか許さないかって戦いの。ダメっす。コースターたちとかにアディダスのジャージとか足でやるんですか。それは。だからルミはさ、カプチューニカみたいな。結局ね。あ、まあ行くし行くか。いっすよじゃん。あ、どうした。いや、なんかさっき、まあ幹部会あったじゃないですか。お幹部会で、ロミがお東京行くから、なんかこの店ないがしろにしていいみたいな発言してたのがマジで気に食わなくて、まあ普通に言っちゃえばイラつくなっていう感じですかね。あ、自分は東京行くから、あ、この店はもうどうでもいいんですねみたいな。きっと会長もなんか思ってたと思うんですけど、まああの発言はちょっとないよね。あまり行くし行くか、必要じゃん。
まあ、ずっとやってきた仲間だから、まあ寂しいっていうのはありますけど、まあ、なんでこのタイミングでこっち諦めて東京行っちゃうのかなって、まあ思いますね。まあ寂しいってよりもなんかそれちょっと諦めに近いんじゃないのかなっていうか、まあ、自分だけまあ東京でまあやっていくんでくらいの感じって、まあなんだろうな、ラミチのかっこいいところを知ってるからこそナンセンスじゃないかなっていうのはあるか。まあ裏切りとかは思わないけど、まあ、別にロミチがあっちで売れたとしても俺は別に負ける気はないです、まあ正直。本人もね迷ってんだろうね、うんうん、いやと思うんですよ、うん、か僕からしたらなんか一緒にお店を作ってる側としてこっちにいるんだったらまだ一緒に作ってほしいんですよ、うん、逆にあいつを東京行きをなくすくらい俺はしたいんですよ、うん、だから僕が今本数ちょっと頑張ってて、そういうのも見せたいしでやってるのになんかああじゃ あ僕はいないからいいっすよみたいなやつは本当にちょっとまあ控えめに言ってうざかったって感じです。まあ立ち位置的にね、うん、まあ本人もチューブラリンだよね、はい、お店のこと噛めば噛むほど今日までありがとうございました言いづらくなるし、はい、僕はこのお店を街で、まあ、好きの1位なんて当たり前ですし、なんならここから北海道を変えたいって思ってるくらいだし、本当になんかそういうところに対しては一緒に思ってたはずなんですよ。きっと彼は一緒に思ってくれてたんですけど、その東京の一つで、まあ、全部消されるのが悔しいっすね。それではあるけど、結局自分のために入れてもらった僕がそのテーブルにいるっていう、その僕とその子が頑張りが関係性を一番主張できるものなんで、他の人に触らせたくないっていうのを、なるべく極力触らせたくないっていうのが僕の中でマイルなんで、ね、頑張ってる人間には本当にそれなりのっていう、いや、まず言い方わかんないです。全てを犠牲にしてまで頑張ってくれてる本人はそれぐらいのなんていうか関係性でいたいと思います。いやなんかちょっとしたシーンでしたけどめっちゃ素敵な。ああ、ありがとうございます。いや、これ僕としては当たり前のことは大物の間違いじゃん、ケイトの方が。いや、やばいっすよ、メディアにやっぱり押されないでやるんで、そこに抜かれると思ってなかったっす。勝ってますけどね、顔が。あんなやむなりですけど、売り上げしかない。タクニック全員勝ったらそれはボスなんですよ。人のために誰かのために頑張るって並大抵の、ね、覚悟と努力ではできないことで、この決勝は飾りだと思ってるので、はい、飲み飲んで飲み、うん、調子はどう？売り上げの方ですか？まあ売り上げと本数と、売り上げ本数は今意識してないんですけど、はい、売り上げの方はしっかり作れるところだったり頑張ってもらってるところ。本数捨てた理由何なの？本数はその理由ですね。一回いいかなと思ってます。理由は？やりたいとかではないですけど、一回やりきってそのやり方よりも売り上げ方にしたいなと。その結果上がりそうなの？その結果はちょっと下がったかな。トミー、はい、自分に都合のいい人と話す癖ついちゃうと目に見えない分どんどん減ってくる。それ顔に出てるよ。いないやつ時間通りだから、そもそも会長がいるから集まれって言われたこと自体がもう遅かったから今日は気にしてない。集めるのが遅かっただけだよ。俺らが50分に戻ってきたから今回はそれでいい。いねえやつだってマジでやってないやつみたいな。まあお茶だよね。最近だってあいつらへこたれてる。精神的に気に食わないってことだ。俺絶対無理です。嫌いです。俺絶対無理です。嫌いです。
疲れ様です。ああ自分なんで呼ばれたか分かってる？特に自覚はないですね、はい、自分の変化に気づいてる？変化ですか、ね、いや、客観視しても特に今のところは問題ないかなと思ってます。今顧客何人？客が20人行ったり行かなかったりぐらいです、ね、昔とどっちが？昔よりも、なんていうんですか、昔が30くらいだったので、もう だいぶというか3分の2になった。はっきり言っちゃうと、俺の欲しかったら鬼じゃない。はい、高く売れたは言ったけど、調子に乗るとは言ってないんだよ。10人、女の子いなくなったとき、その10人に何したの？また、でもすごく言い方が悪いんですけど、また出会いがあるし、また来たいときに来てくれたらいいなと思って、そのまま、まあ、言い方悪いですけど、放置というか。今自分に疑問を持ってる女の子が、また来るだろうと。甘くないですよね。自分、歌舞伎町行くからこれ以上はいいや。もうこれ以上考えることなくて、待ってるだけでいいやになっとらん。俺らの世界ってギリと筋通してなんぼなの。誰のおかげで育ったの今のローミーって名前を。2年で英語で大きくしてもらったの。ちげえや、誰だよ投資したの、ローミーって名前に。一番金かけてくれたのは誰だよ。好きになってもらうのも追いかけてもらうのも大切かもしれんけど、自分を育ててくれてありがとう伝えらんなきゃ先ねえぞ。追うってこと忘れたよな。はい、こちらはあなたの行為を本当にありがたいものだと思ってますよってスタンス、そこだけ忘れちゃいけなくない？ああ俺が次札幌に行くまで全員にコピペじゃない一言一言感謝の詰まった連絡を送っといて。わかりました。あ、全員な。半年以内に一度でも指名してくれた女の子全員に。わかりました。ああ見るか、はい、その連絡。顔がかっこよくても売れてても陰で指さされたらそんなのカリスマじゃねえだろ、はい、俺の欲しいロミじゃない。それができるまで東京の件はなしで。はい、あさあお疲れ。一番でも言われた言葉でこれじゃダメだなって思ったのがやっぱり俺の欲しい色味じゃないっていうふうに言われたのはすごく今受け止めきれる言葉ではなくて、本当にミヤさんに言っていただいたことをとりあえずまず家に帰って考えて実行してみようかなって、とりあえずやってみようかなっていうふうに思います。昨日今日だったんですけど、はい、年間で大阪で1億売られる。宣言しておきます。ミカドリンクも内村君も多分分かってないのかなって。無理っす。でも絶対行かない。でも絶対行かない。